大きく2パターンに分かれるんですね。なるほど。思っていたよりもいろんな控除がありました。皆さんこんにちは、フリーの吉原です。皆さんこんにちは、社会保険労務士の榊です。年末調整するといつもより手取りが増えるというイメージがありますが、手取りが増えた感覚は払いすぎた所得税分が戻ってきたということだったと思うんですが、どんな場合に払いすぎたお金が戻ってくるんでしょうか。控除を受ける条件に当てはまる場合にお金が返ってきます。所得税はざっくりお伝えすると、給与収入からあらゆる控除を差し引いた課税所得に税率をかけて、さらにそこから税額控除を引いて計算されます。控除はこのように様々な種類があります。まず給与収入、こちら月給と所与の額面の合計額とこういうことになりますが、こちらから給与所得控除をマイナスします。給与所得控除は法律で一律に決まっていますので、年末調整とは直接関係がありません。そして、さらにこの給与所得から様々な所得控除を行うことができます。ただし多くの所得控除項目は従業員本人が申告をしなければ所得控除の対象にはなりません。本人が申告しないと対象にならないんですね。そうです。まさに、これらの申告及び調整が年末調整とこういうことです。所得控除には一体どんなものが含まれるんでしょうか。はい、給与収入に応じて自動的に決まるものと、給与だけではなくその人の家族の状況や保険の加入状況によって決まるものがあります。大きく2パターンに分かれるんですね。はい、そうです。こちらの赤枠部分が年末調整の際に特にその人の家族の状況や保険の加入状況によって変わってくる部分とこういうことになります。その上でまず上の2つについてお話をしていきますと、基礎控除ですね。基礎控除については家族構成などに関わらず全ての人が受けられる控除で、収入に応じて16万円から48万円の幅があります。そして、社会保険料控除は給与から天引きされた健康保険料や厚生年金保険料の年間の総額です。途中入社で個人で国民年金ですとか、あるいは国民健康保険料を支払っていた場合には、その額も年末調整で申告をすれば取得控除として加算することが可能です。そして、赤枠の下の5つに関して順番に説明をしていきますが、まず、配偶者控除は配偶者の年収が給与収入ベースで103万円以下の場合に受けられる控除です。年末調整の対象者本人の年収も給与所得ベースで1220万円以下の場合に控除対象となり、本人の所得に応じて38万円、26万円、13万円と段階的に控除額が減少していきます。配偶者の方が70歳以上である場合には48万円の控除になる場合もあります。配偶者特別控除は配偶者の年収が給与収入ベースで201万円以下で、かつ納税者本人の給与収入が1220万円以下の場合に受けられる控除ということになっています。扶養控除は配偶者以外に税法上の扶養親族がいる場合に対象となる控除です。非扶養者の年齢や障害の有無等によって控除額が変わります。生命保険料控除は民間の保険会社に支払っている生命保険料などの額に応じて控除額が決まります。地震保険料控除も民間の保険会社に支払っている地震保険料などの額に応じて控除額が決まります。この他にもいくつかの所得控除があります。なるほど。思っていたよりもいろんな控除があります。昨年住宅の購入を検討した時に住宅ローン控除というものを受けられますよっていうお話を不動産屋さんから受けたんですけれども、この中には住宅ローン控除は含まれるんですかね。住宅ローン控除に関しては2年目から年末調整で控除が受けられるということになっています。うん、なんか受けましたね、そういう説明を。はい、実は住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除ということになります。つまり税金の控除額に対するインパクトが大きな控除ということになります。税額控除は他にもいろいろとあるのですが、年末調整に関わる部分ですとこの住宅ローン控除のみが対象で、住宅を購入した1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整を行うことで控除が適用されます。
その他の税額控除を受けたい場合には基本的には確定申告が必要になります。なるほど、確定申告と年末調整はそういう関係性があるんですね。年末調整で、どんな控除を受けられるかはなんとなく分かってきたんですが、それぞれの控除を年末調整で受けるためには自分で申告しなければいけないと思うんですが、どうやって申告すればいいでしょうか。はい、それぞれの控除を受けるための用紙がありますので、そちらに記入をして会社に提出することで控除を受けるという形になります。順番に見ていきますと、まず扶養控除申告書、これは名前の通り扶養控除を受けるためのもので、会社から紙を受け取って記載します。配偶者やその他の扶養親族となる人の氏名ですとか生年月日、所得の額などを記入していくという形になります。そして続きまして、基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書、非常に長い名前になっていますが、これは1枚の紙に3つの申告書が含まれています。なるほど、3つもということはすごく重要な書類ですね。はい、基礎控除申告書には給与所得以外の収入など基礎控除を受けるために必要となる情報を記載します。配偶者控除等申告書は先ほど説明をしたように金額が段階的になっている配偶者控除や配偶者特別控除が具体的にいくらになるのかを計算するための申告書です。所得金額調整申告書は詳細な説明はここでは割愛させていただきますが、これを記載することで子育て世帯などの税負担が軽減されるための申告書だとご理解ください。そして保険料控除申告書、こちらはその年に支払った生命保険料や地震保険料についてどの保険会社にいくら保険料を支払ったのかなどを記入し、申告書の説明に沿って計算をすると所得控除が受けられる額が導かれるというものです。生命保険料控除は一般の生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除の3つに分かれていて複雑そうに見えますが、保険会社から届くはがきに内訳が明記されていますので、それを転記すれば大丈夫です。10月くらいに届くはがきのことですね。はい、その通りです。そして、住宅借入金特別控除申告書というのが、こちらになります。これは、住宅ローンの残高などを記載して申告することで税額控除を受けられるようにするものです。最近は共働きで夫婦連帯でローンを組んでいる場合も少なくないですが、このような場合は自分の負担割合の部分のみが申告の対象となりますので、ご注意ください。2020年は書類の様式が変わったものもありますので、ご注意いただければと思います。ありがとうございます。すごく盛りだくさんでしたね。今回ご紹介した書類の書き方や記載した内容を証明するために会社に提出するものについてはまた別の動画でお聞きしていけたらと思います。フリーでは年末調整を従来のように紙で行うのではなく電子帳で記入や役所への提出を行うことができます。人事ロームフリーというサービスも提供しております。概要欄にリンクを掲載しておりますので、ぜひそちらから気になる方はご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。